ローレンス軍はアメリカ合衆国ペンシルベニア州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は9万1,108人であり、2000年の9万4,643人から3.7%減少した。軍庁所在地はニューキャッスル市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ローレンス軍は2003年にピッツバーグ大都市圏に編入された。 軍単独でもニューキャッスルショート指揮を構成している。1849年3月20日に、ビーバー軍とマーサー軍の一部を合わせて設立された。軍名は、米英戦争のエリーコの古城船で、オリバー・アーハザード・ペリー提督が最初に乗っていた、機関アセス・ローレンスにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 群域全面積は363平方マイルであり、この内陸地360平方マイル、水域は2平方マイルで、水域率は0.63%である。主な河川としては、シェナンゴ川、ネシャノック、クリーク、マホニング川があり、これらがビーバー川に合流する。またスリッパリーロッククリークとこのケネッシングクリークもビーバー川に注いでいる。 空港公共交通機関主要公規格道路2008年11月時点で、ローレンス軍には62,505人の登録有権者がいた。ローレンス軍はアメリカ合衆国会議員ペンシルベニア州第12選挙区に属し、2013年時点では共和党議員を選出している。ペンシルベニア州議会上院では第47及び第50選挙区に属しており、 会員では、第9、第10及び第17選挙区に属している。2013年時点では、上院の2人と会員の1人が共和党員、残り会員の2人が民主党員である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ローレンス軍の自治体、ボロは赤、タウンシップは白、国勢調査指定地域は、 青ペンシルベニア州法の下では4種類の自治体がある。市、ボロ、タウンシップ、町である。国勢調査指定地域はアメリカが州国国勢調査局が人口統計データを取るために設定した地域である。州法の下では実際の司法権が及ぶ範囲ではない。村などその他の未編入領域も下記に挙げる。ローレンス軍教育学区の区分図。 ありがとうございます。